みんなと同じっていうのはもう恐怖に感じないといけない。こう金がない自由っていうのは全く否定してるから俺は。はい、こんにちは。ですね、今二之井明の国際空港ですね。小野内さんはどうやらヒルトンマニラに宿泊しているということで、今からですね行きたいと思います。どんだけ自由な人間なんでしょうね。一応フィリピンなんでこのカメラを持って一人でうろうろするとちょっと危ないので、しかも今夜なんですよ。ヒルトンに到着するまでさささっと行きたいと思います。来ましたね。やっと来ましたよ。が楽しんどるでしょ。え？楽しんどる。楽しいですね。綺麗だね。マニラの。そうですね。このヒルトンホテル。動画の最後にちょっとヒルトンの紹介動画入れたいと思いますね。ちゃんと動画撮ってくれてます？基本ケツ叩かれてしか撮らないよね。ですよね。早く撮ってくださいよっつって連絡来て分かりましたっつって。やっぱり投資とかトレードの話って一般受けしないんだよね。いや、そんなことないですよ。みんな聞きたい。一般受けしないというか、一般的にちゃんとした情報が流れてないんで、やっぱりちゃんとした正しい情報をやっぱりちゃんとしてるか。別にちゃんと、僕はちゃんとしてる。割と真面目にね。トレチューブってことは逆に言うとちょっとふざけてる。いや、そんな僕の情報はまともですなんていうつもり一切ない。そうですよね。人を東京までカレンダー取りに行かせて、その後マニラに来いっていうぐらいで、ね、あ、そうだ、そうじゃん。そうだ、ゲンさん明日さ、はい、そうだ、思い出した、カレンダー明日大発会じゃん。大発会、だって今日5日でしょ。今日5日っす。わ、やらかしたじゃん。明日大発会じゃん。大発会って、あ言ってましたね、なんかカレンダーもらえる。カレンダー、交渉であのカレンダーもらっとくわな。ちょ、現在行ってきてくれ。だからね。割と真面目だから。割と真面目。わ、すごい。Thank you。Thank you。安定のヒルトンですね。いや、もう帰ってきた感半端ないね、ヒルトン。本当に好きだ。でも、個人的にはコンラットの方が好きなんだけど、ここはいいね。好きだわ。落ち着いてる。ブランドによってちゃんとだ、そのクオリティが担保されてる。どこの国のヒルトンに行ってもちゃんとこの雰囲気とこの匂いが一緒っていうのがすごいありがたい。とりあえず逃げれるね、ヒルトンはね。そうだからよく言うじゃん、どんな国で同じさ通勤路を使うなみたいなさ、同じことを繰り返すのよくないみたいな。だから貧困層の生活も味わいつつ、こういうところにも来つつ大事だよ。そうだ、もっと振ってよ話題。動画撮るのめんどくさいから。嘘だ。動画撮るのめんどくさいもん。子供の時どんな感じ、それからどういう風に育っていったか。YouTube でもだって語りきれないぐらいの内容じゃない。でもさ、これ俺ほらちょっと言ったと思うけど、ほら名古屋のヒルトンって言ったと思うけど、子供の時から攻略本を読むのが好きなガキだったよね。ゲームを攻略するのがちっちゃい時から大好きだったから、攻略本とか読むの大好きなんだよ。だからその資本主義の攻略本を読もうと思う、そういうアンテナも張ってると嫌でも投資にたどり着いちゃうからさ、うん、うちさ親がゲームボーイ買ってくれなくて、ファミコンはいいけどゲームボーイは目が悪くなるからダメとかいう謎の理由でゲームボーイ買ってもらえなくて。だけどその小学校の時さ、ゲームボーイのポケモンが流行ってたじゃん、うん、どうしてもそのポケモンがやりたくて、ゲームボーイもないってことはポケモンもやれないのにポケモンの攻略本買っていつも玄関で読んでた。そりゃ悲しい。全然参考にならんけど、飲み会とか嫌いだったね、子供の時から。子供の飲み会ってどういうことって感じだけど、集まり、いや、その打ち上げとか、ね、嫌いだったね。
投資家になりたいんだったらまずそもそもさみんなと一緒っていうのはまずいから、うん、14歳からそういう風に考えてるんだったらそこじゃないですか。みんなと同じっていうのはもう恐怖に感じないといけないと思う。でも14歳でそれに気づくってことも、いやもう時代でしょ、時代、うん、だって昭和までのさ14歳ってことはさ親御さんはさ30代後半からさ40代ぐらいってことじゃん、おそらく、うん、40代もありえるよね14歳だったら全然。ということはロスジェネス世代ちょい下ぐらいだから、もう昭和の常識がすでに崩れ出してる人たちだから、そういうところの洗脳は解けてる人だから、自分でその情報を選別して収集できる嗅覚のある子だったら全然ありえるよね14歳。羨ましいよね14歳で投資とか言っても羨ましいよ。羨ましい。14歳でどうでしょう、まあ勉強してて20歳になる頃には6年だもんね。6年もあるんだよ。いや俺なんか足元にも及ばないぐらいの投資家になるだろうねなんかさみんなそのいくら持ってるとかいくら稼いでるとかですぐそういうところで測るけどさ、一回さでもさトレチューブのちゃんとさ自己紹介動画撮った方がいいなって俺思ってんだけど、俺そこに全く価値置いてないから、他人よりも1円でも多く稼ぎたいとか、みんなよりいくら持ってるぜっていうところで承認欲求満たしたい人はうちのチャンネル合わないと思う。俺もそうだし裏方の代表源さんもそうだけど、金いくら稼いでるとか金いくら持ってるってところに全く価値観我々置いてないんで、 そこじゃなくて誰にも縛られない自由に何よりも重きを置いてるんで、そういう風に生きたい人にはトレチューブのコンテンツっていうのは役立つと思うけど、俺より金持ちとか俺より稼いでる人なんて世の中腐るほどいるわけだから、でしかもそういう人たちが情報を出してるかどうかっていうのももちろん定かじゃないし、出してたところでじゃあそれを摂取して収入が上がるのかどうかっていうのも分かんないけど、俺が言ってることはなんて言うんだろう、クソな価値観って言われやクソな価値観なんだよね多分。その協調性とかさそういうのが一切ないから、日本はどっちかというとやっぱ共同体主義だからさ、そこ個人主義ってあんま馴染まないのよ。そうだね、そうだからそこは間違えないでほしいよね。なんかたまにいるじゃん、お前てっぺん取った機会をとかコメントされるとさ、何のてっぺんですかって言われたくなるもん言いたくなるもん、これ何のてっぺん、どの分野何のてっぺんだ、全然そんなてっぺんとかさてっぺんとかどうのこうのとか、自由に行きたいんだったら別にそんないらんのよ彼なんて。別に要は経済的に自由に生活できるだけの金があればいいわけだからさ、別にその何百億もいらんわけじゃん、うん、そうだね、うん、そう何百億そって稼ぎ、そってたくさん稼ぎたいんだってそれやればいい。そう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 、うん、俺はそんな金のために自分の自由を犠牲にするなんていう価値観一切ないから、そこはなんか、うん、だって俺別に大きな組織も持ってないし全然何もそんな、うん、そういうのは一回取った方がいいかもしれないね。でも改めてそのトレチューブの小野内勇気です。 その我々のチャンネルっていうのはどういうところに最も市場の価値を置いてるのかっていうところを断っておかないとミスリードしちゃうかもね、視聴者の人。あ、そう、俺らはあくまでニッチな存在だからね。確かにね、そうだよ、ニッチも大いにニッチな存在だよ。そんな社会的に偉くなろうとか思ってないしさ、大企業作ってどうのこうのとかも全く思ってないからさ、ただ自由を求めてるだけだもん、ね、そう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 、金がない自由ってのは全く否定してるから俺は、うんうん、この前以前言ってた相対的貧困、うん、そのあの話がやっぱりそうだよなと思って、比べちゃうからすぐ比べようとして自分が、まあ、人間である以上どうしてもあるけど、まあ、日本人はってことないけど、日本人は特にほらその言語の壁でさ、逆に参入障壁でもあるんだけど、それが諸刃の剣でもあって、うん、英語圏の情報にアプローチできる人が極端に少ないから、うん、価値観の醸成とか洗脳とかがしやすい。だから結構それで視野狭窄に陥って、でそれこそ相対的貧困であの人より貧しいみたいなので幸福度は下がりがち。しょうもないしょうもない。だ俺だって昔さめちゃくちゃいい時計してめっちゃいい格好してさ会社の乗り回しとかさ、そういう価値観の時ってさ、やっぱり 今思ったらすんげえ視野狭いもん。あー、そうなんだ。すんげえ視野狭いもん。
でも自分がその社長とかそういうさ、いわゆる記号論だよね。いい時計をしてると相手に金持ちだと思ってもらえるとか、まあ、そういうしょうもないテクニック論みたいなところで、そういうことをすることによって経済合理性があるときはいいな。意味わかる？わかる。うんうんって言ってるけど。ケイさん、意味わかってないのにうんうんっていう時あるから困るんだよね。で、その完全に個人投資家とか個人でやっていこうって思うと、別にそこに何のインセンティブもわかんのよ。うん。じゃあ本当はね、本当は分かりやすく、じゃあ YouTube でもこの人お金持ってんだなみたいなの分からせたいんだったら、そういうことやった方がいいわけだ。うん。何この、だってもうこれでだって700円だよ。700円で買ったこれとか何年前の古着だよこれ。あ、そうなんだ。うん。でこれセブンイレブンで買った、日本で1200円のすごい便利そうだったから1200円買って、これ大事に使ってます。時計もしません。時計シンクなったね、まあ、特にマニラだからもあるけど、そういう価値観の人にはいいかもしれないね。ちょっと飛躍しちゃったね。どういう質問だったっけ。ああ、だから子どもの頃どのような勉強法、俺言ったじゃん、ロジカル筋トレの話。まあ、本読むのも大事だけど、指揮法を読んで自分なりにその会社の分析、うん、それが大事だと思うんですけど、あとは筋トレ。筋トレ、うん、ロジカルシンキング身につけたいんだったら筋トレだよ。本動画ぐらいしかなくてって言ってるけど、動画があることがものすごいんだぞっていうね。そもそも論で、勉強法、いやでも本当に筋トレでしょ、ロジカル筋トレでしょ。あとはだからその自己肯定の話だよね。どういう風に育って、14歳って言ってるけど、周りがさ、まあ、いわゆる、まあ、この言葉あんま使いたくないけど、ドリームキラーみたいなばっかな人だと、投資家としてはマイナス要素が強くなる可能性はあるよね。あとは海外に出た方がいいよね、早めに。あ、はい、うん、この彼がどういう環境にいるか知らないけど、すごい確率的な価値観の中の村社会にいて、なんか違和感を感じててっていうことだったら、もう絶対海外行った方がいいよね。海外行けばさ、その価値観って一つじゃないんだってことがさ、よくわかるじゃん。おっしゃる通りです。もうどんなパブリックな場所で何やっとってもさ、みんな日本だったらもうこれもんで色もんで見られちゃうけどさ、どこで何やっとって も全然問題ないじゃん。僕はそういうところ全然違うもんね。違う。だからなんかわかんないけど、みんなと一緒でお行儀よくするのが苦手だなっていう人は海外行った方がいいよね。またさ、海外とかさ、欧米はとかさ、日本はこういうとこがダメだとか言うとさ、また変なのが湧いてくるんだって。いや、いまだにそういう人いるかな。いる。別に日本をディスりたくて言ってるんじゃなくて、そういうこの価値観を共鳴できる人で苦しんでる人に対して、そうだね、まあ、情報が届いてくれれば、うう、我々みたいなカスでも存在意義が多少あるかなぐらいの感じだよね。社会不適合者、まあ、あんま社会不適合者とかもういいよね。なんか別にそのアウトローとかアナーキー気取ってるわけじゃないからさ、まあでもリバタリアンは反政府主義だからね。アナーキーとはちょっと違うかもしれんけど、要はさ、大きな政府、小さな政府っていうので、小さな政府を希望する人たちだから、大きな政府っていうのは社会福祉とかそういったものを充実させることを望む人たち、大きな政府を望む人たちっていうのは、弱者はそういう論理になる。自分のことを弱者って認識してる人は、いい人になるしかないのよ。社会のルールに従うことによって自分が生きていけるから、これ否定とかいいと、いい悪いの話じゃないし、でそういうものなんだよ、本質的に。で、俺とかゲンさんみたいに人の言うこと聞けない人はてめえの責任で生きていくしかないからこそ、ほかっといてってなるわけじゃん。こうほかっといてって、Leave me alone っていう価値観は、本当にリバタリアンの特徴。これはね、仕方ないよね、その人の、あ、まあ、でもそうだね、本質だから、いい悪いの話じゃないんだって。もう俺仕事終わらせたいんだよ。これで終わらせようとしてる。ダメだよ、ヒルトンの部屋でちゃんと撮ってくれない。いや、撮る、それは撮るよ。なんかだんだん悲しくなってきたな、マニラから帰るの。皆さん、こんな言ってくれる人いないよ、本当に。じゃあ、小野内さん、ちょっと僕、日本帰ります。もう疲れたんで、こき使われて。いやいやいや、お疲れ様でした。では、また。また、日本で。はい、私はまだちょっと。お疲れです。お疲れです。気をつけて。はい。